大丈夫かあ、あなたは、何をされても、私は何も喋らないわよ。分かっている。すまないが騒がないでくれ。<laughs> 連邦の降下作戦が開始された。ここにいたら、君は確実に殺されてしまうだろう。脱出するなら、今しかない。<laughs> 私を、逃がしてくれるの ああそうだ君は私を快く思っていないようだが私とて好きでこんなことをしているわけではない自分の妻を犠牲にする男の言葉なんて信じられないわ誰から聞いたのかわからんがその情報は少々正確さに欠けるようだいや 確かに私は妻を家族を犠牲にしているな。だが信じてほしい。私は家族を守りたかっただけだ。この世界のすべてを敵に回したとしてもね。どうしてこんなことをすれば、電報だけじゃない。ユーティック機関からも裏切り者にされるわ。 殺されるかもしれないのよ。自業自得だよ。罪のない者が殺されるよりはましだろう。それより、君に頼みたいことがある。頼み私の娘を覚えているな。シオンそうだ。娘は郊外の教会にいるらしい。頼む。娘を助けに行ってくれないか。 そんなことあなたが自分でできるならそうしている君も見ただろ私の妻は上の病棟から動くことができんのだ私が彼女を守ってやらねばならん <laughs> おかしな話だと思うかもしれないが君ならシオンを助けてくれると思えるのだ君が 妻に似ているからなのかもしれんな。わかりました。娘さんは私が助けます。すまない。少しじっとしていてくれ。今、拘束を解く。